皆さん、こんにちは。若い頃は和製ブリジット・バルドーと呼ばれ、小悪魔的な魅力でブレイクした加賀まりこさん。2022年には芸歴60周年を迎えましたが、最近はあまりテレビで見かけなくなりましたね。そんな加賀さんのプライベートはどのようなものだったのでしょうか。今回はそんな加賀さんの元彼、元夫、そして現在はどうされているのか、また加賀さんの意外な趣味についてもご紹介します。では最初に簡単に加賀さんのプロフィールをご紹介します。生年月日1943年12月11日、出身地東京都神田区小川町、現千代田区神田小川町、身長156センチメートル、血液型O 型、最終学歴明星学園高等学校中退。歯に衣着せぬ自由奔放な発言でずっとマスコミをにぎわせてきた加賀まりこさん。加賀さんはお父さんが加賀史郎さんという大映の映画プロデューサーだったことから、黒澤明監督や美空ひばりさんといった大物芸能人が家に来る環境だったそうで、その上世間体を気にするのは最低だ、学歴や経歴で人は決められないというお母さんの考えに影響を受け、自由奔放でなおかつ思ったことは何でも口にする歯に衣着せぬ毒舌な少女に育ったそうです。またその一方で映画で見たオードリー・ヘプバーンの髪型にするため一人で美容室に行くなどおしゃれな女の子でもあったそうで、高校生になると六本木や麻布界隈を遊び場とし、当時飯倉にあった高級イタリアレストランキャンティに学生服のまま通っていました。そんな加賀さんは1960年高校在学中に制服姿で地元神楽坂にいたところ、作家の寺山修司さんと映画監督の篠田正弘さんに声をかけられ、涙を獅子のたてかみにのヒロイン女優にスカウトされました。加賀さんはというと、お父さんの仕事柄映画界の人をなんとなく知っていたものの、芸能界に全く興味がなく女優をやりたいと思ったことがなかったため、このスカウトには驚いたそうで、お父さんに相談すると、あなたでお役に立つならやってあげなさいと言われたことから、この話を受け1962年涙を獅子のたてかみにで映画デビューを果たされたのでした。加賀さんはすでに1960年にテレビドラマ東京タワーは知っているに早くで出演されているのですが、この涙を獅子のたてかみにが実質的なデビュー作だと考えておられているようです。その後魅力的な容姿としっかりした演技力で篠田正弘さん、黒木和夫さんなどの実力派監督の作品に次々と出演、今日まで映画、舞台、テレビと幅広く活躍を続けているベテラン女優になりました。まずは加賀さんの元彼についてご紹介していきます。加賀さんは1966年頃石坂浩二さんと交際されていました。お二人は舞台での共演がきっかけで知り合い、交際に発展したそうで、同棲していたとも言われています。石坂さん曰く、加賀さんはとにかくいろいろ教えたがる人だったそうで、交際中はもっと本を読みなさいとか、あの演技違うんじゃないなど、とにかくお説教ばかりだったそうで、石坂さんは口答えできず、ただただおとなしく聞いているだけだったとか。それでも交際は長く続いたそうですが、その後石坂さんの仕事が忙しくなると会ったり会わなかったりとなり、やがて自然消滅したのだそうです。また石坂浩二さんは朝岡瑠璃子さんの元夫というのは有名な話ですが、このお二人を引き合わせたのは加賀まりこさんでした。もちろんこの時にはすでに加賀まりこさんと石坂浩二さんは破局をしていますが、加賀まりこさんは朝岡瑠璃子さんに頼まれてデートのセッティングをしたそうです。破局していたとはいえ、石坂浩二さんの元カノである加賀さんに仲介役を依頼する朝岡瑠璃子さんはすごいとしか言いようがありません。それだけ石坂浩二さんが魅力的だったとも言えるのですが、その縁で石坂さんと朝岡さんは結婚されています。ただ2000年には離婚されています。ところで加賀さんは1972年未婚のまま
女の子を出産されているのですが、残念ながら赤ちゃんは出産後7時間で亡くなっています。当時はシングルマザーという言葉すらなく、相当なバッシングを受けたそうです。そしてこの出来事から、一体父親は誰かと騒動になり、過去に加賀さんと交際が噂された布施明さんではと言われましたが、加賀さんがお子さんの父親を明かされていないことから、未だに真相は分かっていません。ちなみに当時は出産すると芸の道を断たれることがよくあったそうで、妊娠中には何度も周りの人から、本当に産むの、良い医者を紹介するわよと言われたと加賀さんは手記に書いておられます。その後加賀さんは1974年、当時フジテレビのディレクターだった高田晴行さんと結婚されているのですが、妊娠するも流産となり、1979年離婚。それから30年、2010年、加賀さんは TBS の元テレビ局員清弘誠さんと事実婚の関係にあることを明かされています。清弘誠さんは現在演出家として活動をされており、年齢は加賀さんの6歳年下にあたります。もともとは麻雀仲間だったそうなのです。そんな2人が交際を始めたのは、加賀さんが60歳を目前に控えた頃だったといいます。実は加賀まりこさんの方から清弘誠さんへアプローチをしたそうです。しかし相手にしてもらえず、なんと5年間も片思いされていたそうです。それでもその5年の間に清弘さんが少しずつ振り向いてくれるようになったそうで、加賀さんは、私にとってこれが最後の恋だと思ってるとおっしゃっていたとか。ただ清弘さんには離婚歴があり、別れた家族の事情で加賀さんと結婚することができないとのことで、それならせめて亡くなった後は一緒にお墓に入りたいと加賀さんは都内にお墓を作ることを決意されています。また加賀さんは2017年テレビ番組沢子の朝に出演された際には、清弘さんについて、性格は穏やかです、こんな私を引き受けてくれたんだからと笑いながら明かすと、清弘さんと出会うまでは甘えるっていうことをしなかったかもしれないともおっしゃっており、年齢を経てようやく一緒にいて落ち着けるパートナーを見つけられたようで、一見きつそうに見える加賀さんですが、とても一途で純粋な女性だということがうかがえます。そんな2人の事実婚関係は2024年で20年目を迎える年で順調に続いています。2人は関係を隠すことは一切しておらず、テレビでも公言しているのです。2017年10月に放送されたバラエティー良かれと思ってに出演した際には、有名俳優よりも裏方さんの方が好き、今のパートナーもそうですよと清弘さんについて語っていました。ここまでテレビという公の場で潔く語れるだなんて、2人の関係の深さが感じられます。年越しの片思いが実り、最後の恋をも手に入れた加賀さん、今加賀さんと清弘さんの2人は、彼女が幼い頃から暮らしている神楽坂の一軒家を改築し、そこに住んでいるのだそう。そしてその1階には加賀さんの兄夫婦、2階に加賀さんと清弘さん夫婦が住んでいるといいます。すなわち2世帯同居をしているそうなのです。自宅にはエレベーターもあるそうで、高齢同士の2世帯同居ではありますが、安心して住める住環境が整っているようです。自宅では2人でゆっくり映画を鑑賞したりと、スローな時間を送っているのだそう。これまでに多忙な仕事人生を送ってきた2人だからこそ、そんな時間の使い方は贅沢なことに違いありません。末永く幸せに添い遂げてほしい限りです。続いて加賀さんは現在どのように過ごしているのか、仕事の視点から解説していきます。女優としての活動が少なくなったように思える加賀まりこさんですが、2021年には映画の主演を務めるなど現役の女優として活躍されています。またダウンタウンデラックスなどのバラエティ番組にも出演されています。2021年には映画埋めきらぬバカで主演を務めています。長年女優として活動してきた加賀まりこさんですが、
主演を演じるのは1967年公開の濡れた愛引き以来実に54年ぶりとなります。ドランクドラゴン塚地さん演じる自閉症の息子と過ごす人間模様を描いたストーリーが大きな話題となりました。加賀まりこさんが主演を引き受けた理由についてご自身の境遇を重なる部分があったことから出演を引き受けたそうです。加賀まりこさんは59歳の時から現パートナーの演出家清弘誠さんと事実婚の生活を送っており、清弘誠さんには40歳になる自閉症のお子さんがいらっしゃいます。身近に自閉症を持ったお子さんがいることから今回の映画で伝えられるものがあると感じたのかもしれませんね。2022年に入ってからはバラエティ番組の特番を中心に出演されていたようですよ。9月15日放送、日テレダウンタウンデラックス大御所芸能人大集合スペシャルでは、番組内でダウンタウンは松本派だと語る加賀まりこさん、過去に同番組へ出演した時に収録で疲れたと言ったら松本さんが楽屋までおんぶしてくれたというエピソードを語りました。ドラマ出演が少ない割に BS 富士などで放送される麻雀番組に時々出演されているため、一部の人からは麻雀おばさんと思われているようです。趣味で麻雀をしているという加賀まりこさん、小さい頃から年上の兄が友達と麻雀をしているのを膝に乗せてもらいながら見ていたそうで、その腕前は芸能界トップレベルなんだとか。2017年に開催された麻雀最強戦2017著名人代表決定戦豪運編では見事優勝しており、現役プロも参戦するファイナルトーナメントへ進出されています。このファイナルトーナメントではプロを相手に敗れたものの、芸能界トップの腕前であることは間違いないでしょう。2021年を最後に大会からは引退されたようです。また長年有限会社活動屋という芸能事務所で活動していた加賀まりこさんですが、2020年放送のドラマ安らぎの時道を最後に事務所を退社し独立されています。独立した理由について、仕事を選んでセーブしていく中で一人で動く方がいいと感じたので独立を選んだようです。別のインタビューでは、事務所に所属していた頃から作品やギャラ交渉は自ら行っていたとも語っています。 CM 契約など面倒な手続きをお願いしていただけで、現場へは一人で出向いていたそうです。33歳から20年間はマネージャーをつけていたようですが、その方が辞めてからは一人で活動しているそうで、他人とずっと一緒に動くのは苦手なようです。仕事を減らしたことで面倒な手続きも少なくなり、事務所に所属する理由がなくなったのでしょう。一方で加賀まりこさんの数々の暴言に事務所が呆れて契約解消になったという噂もあります。歯に衣着せぬ発言などから生意気とのレッテルを貼られ、容赦ない言動が波紋を呼ぶことも少なくない加賀まりこさん。1989年から6代目司会者を務めた人気音楽番組夜のヒットスタジオスーパーでは、その暴言ぶりが災いして元祖毒舌女王などと言われ伝説と化しました。当時の加賀まりこさんは出演アーティストへの傍若無人な振る舞いで反感や不評を買い、番組低迷の原因の一つになったとも言われています。加賀まりこさんは初登場時に歌手の人に媚びない司会をやりますと宣言、人気ロックバンドプリンセスプリンセスが登場した際には加賀まりこさんはリーダーでシンガーソングライターの奥井香織現岸谷香織さんに豚生理中なんじゃないのなどの暴言を浴びせ、プリプリをなんか汚いと表現したのです。奥井香織さんはあまりの悔しさに番組終了後楽屋で泣いていたといいます。それ以外にも松田聖子さんに対し、あなたケバくないと発言したことに、だってケバいよね、リハではすっぴんが可愛いのよ、本番ではなんでって思った瞬間に言っちゃったとケロリ、女性のカバーソングなどで知られる男性歌手 T に対し、ジョーズみたいな羽ブサイクと言ったことには、ラジオを歌ってる人ね、だって歯がギザギザと笑顔でバッサリ。
ノリピー5で人気アイドルになった酒井のり子さんには、キャバクラ行けば一番になれるわよと発言。これについては、そういう媚びの売り方がねと口元に微笑みをたたえながら語りました。さらに R&B シンガーの K に、あんた本当に猿顔ねと言ったことに対しては、あ、今ニューヨークにいる人、そうそう、若い時はもっとひどかったわよとにっこり、悪気もない様子で毒舌を全開にしていました。テレビやメディアでもこの毒舌ぶりですので、実生活でも相当なのではないでしょうか。事務所の人たちから見切りをつけられて対処せざるを得なくなった可能性もありそうです。女性セブンによる知人へのインタビューによると、加賀まりこさんは東京都台東区の谷中霊園にお墓を購入しているほか、日本尊厳死協会の会員になったりと、人生の終わりへ向けた就活を進めているそうです。80歳を目前に就活を始めた理由は、姉が亡くなったことがきっかけかもしれません。加賀まりこさんには年の離れた圭司がいて、現在のパートナーと出会ってからもずっと一緒に暮らしていたのですが、2012年のインタビューで姉が亡くなったことを明かしています。悪口を言い合える中で元気だったようですが、話し相手の姉が亡くなったことで自身も最後を意識するようになったのかもしれません。今後の加賀さんに注目が高まります。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。